Platinum Bridge。今日の任務はクリアしました。休むことをお勧めします。わかりました。ボルシチですね。やったー、ブロネお姉ちゃん大好き。
承知した、艦長。忍びの歩みは気配を。
Oh!
の歩みは気配を残さ。さっき。大黒丸。下道ロック。はい。夜は悪意を隠す最高の隠れ物じゃ。承知した、艦長。移動開始。踊れ。雷神収集団。
求めている。
私に服従しなさい。
私もさくらのように髪を伸ばしたらもっと美しくなれると思う？どう？Thank you.
さの戦う姿は綺麗で舞い落ちる花みたい。私が色をつけてあげましょう。この戦闘は勝たなければいけません。こちらです。ついてきてください。こちらです。敵の隙を見極め、わずかな怠慢も許してはならぬ。機械というものは一瞬で消えるものじゃからな。
この戦闘は勝たなければいけません。こちらです。勝負はもう決しました。覚悟してください。心の迷いを断ち切ることは何でしょう。そのためによって何時は我らよりずっと上手にできている。私の話を聞きたくなったら庭にいらっしゃい。私はあなたを待ってるわ。この戦闘は勝たなければいけません。勝負はもう決しました。覚悟してください。まだまだ。
道を覗いた時に諦めることを選ぶ人はたくさんいた。救世の道は彼らが想像した平原ではなく、肩を並べ共に歩くことさえ難しい。覚悟してください。
勝負はもう必死です。覚悟してください。
降臨。私の選択とあなたの選択、その二つが交わった後にどんな奇跡が生まれるか、私はその瞬間を見届けたいのよ。刹那というのは生死の瞬間にだけ見られる奇跡に過ぎ、
この刹那の命にはわらわが戦場で磨いた技術と看護が凝集している。この記憶が何時の役に立つことを願っておる。刹那というのは生死の瞬間にだけ。ゼーレと出会ったのは冬だったとブローニャは覚えています。任務クリア。
またゼーレに近づけた気がします。ゼーレはあそこにいるとブローニャは分かっています。ゼーレ、お姉ちゃん見て、新しいおもちゃを見つけたの。ゼーレはすごいですね。